ボール入りました。キリのマルガリータって、こんなシーンあったね、確か。違うね、グリジョ。あったでしょ、なんかね。まあ、今はこのタイミングでこの服しかないなと思って。またね、他の服はまた後で、今日はとか、いいよ、大丈夫。世界国じゃなくて、お風呂入ってたんですけど、あと流しかな。まあ、重要なね、結論が出るときにお風呂入ってます。こういうのがまあ、静香ちゃんって言うからでしょ。だからそのパロディーです、うちのパロディーです。神社の娘とかもそうやってる。だから、神社の娘は、まあ、どんな生活かっていうのを、その、後ろ先生が、今落としずかっていう、やってるし、表現なさった。あんまりそんな、他のものに表現されてないでしょ。本当にしょっちゅう入れるよ。ダイヤの神社、実は。まあ、のび太くんに狙われたりするのダイヤの神社だし、あんなに有名なドラえもんって、ね、漫画の、出てくる神社の娘。源静香はあんだけしょっちゅうお風呂入るの。でも、そういうのとか聞いてるからね。ここで現在ね、全然ね、目パッチリしてる。目パッチリしてる。目パッチリしてる。表現じゃないの。表現じゃ、で、結局ね、そのインナーステーションでストップ。ね、クリアできなかったら入れないし、というかその、そのパラグラムがそのフローチャートで、その点数もついてるみたい、実は。実はその、書いた、まあ前まで書いたのは途中ですけど、まあもっともっと書いてるけど、今回完結までいきたいけど、もちろん死ぬまで。で、それでその、振り分けられるわけ、この人はどっちにくい人物なのかなって、ね、実は。片方に。ごめん、後悔したら何選んだか分かっちゃうから。後悔するもんじゃないんですよ、だから。適所です。と適所心理です。適所だ、心理です。で、その、だから入れる人でもどういうふうな境遇になるのか。中の世界の広いし、でかいしね。で、だから地球っていうのはその本当の世界って言うんです。インナーステーション用の仮のそういうことするでしょ。で、本当はね、私たちの体がそういうところに住んでるんちゃうの、地球に住んでるんじゃないの。似てるけどね、その地が住んでる地が住んでる世界に住んでるって。で、うちは自分が住んでる。見えたことないけど、めちゃめちゃできないからね。全部分かれへんの。よかった、惑星ってはっきり分かってるような、この顔。明らかに太陽神経層とかのね、そのちゃんと全体層が把握できる星なんてね。驚いた。で、結局、なんかみんなやら地球にこだわってるなって時々言われるのは、みんな太陽神経叢探してくれてるんちゃうなっていうわけ。で、まあクリアできましてもですね、実は、足止めされる太陽神経叢。太陽神経叢の役人になって、役人。まあ、その修正していったらもう上の方に行けるでしょうけど、中には入られないですよ。まず下ばたりの役人。ごめんね。そんな簡単に入れへん。だから今までの話。だから皆さんでもご存知なのよ。全然他の先生作品いろんな種類マルガリータって惑星をとりあえずフィクション、そう本当地球もフィクションなの、実はフィクション上の星なの、地球もマルガリータもそう、ね、でそういったのいろんな作品がさってね、その方全部ここですが皆様の方を管理する役になる。